言って、気仙が止まると、しけが岸を離れてこぎ寄せてきた。船頭は、真っ裸に赤ふんどしを占めている。野蛮なところだ。もっともこの暑さでは、着物は着られまい。日が強いので、水が矢に光る。見つめていても目が眩む。事務員に聞いてみると、俺はここへ降りるのだそうだ。 見るところでは大盛りぐらいな漁村だ。人を馬鹿にしていら、こんなところに我慢ができるものかと思ったが仕方がない。威勢よく一番に飛び込んだ。続いて五六人は乗ったろう。他に大きな箱を四つばかり積み込んで、赤粉は岸へこぎ戻してきた。丘へ着いた時も、 胃の一番に飛び上がって、いきなり、磯に立っていた花垂れ小僧をつらまえて、中学校はどこだと聞いた。小僧はぼんやりして、知らんがの、と言った。気の利かぬ田舎者だ。猫の額ほどな町内のくせに、中学校のありかも知らぬ奴があるものか。ところへ、妙な筒っぽを着た男が来て、 こっちへ来いと言うからついて行ったら、港屋とかいう宿屋へ連れてきた。嫌な女が声を揃えて、お上がりなさいと言うので、上がるのが嫌になった。門口へ立ったなり、中学校を教えると言ったら、中学校はこれから記者で二里ばかり行かなくっちゃいけないと聞いて、なお上がるのが嫌になった。俺は、 つつっぽを着た男から、俺のカバンを二つ引きたくって、のそのそ歩き出した。宿屋の者は変な顔をしていた。停車場はすぐ知れた。切符もわけなく買った。乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと五分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。 たった三銭である。それから車を雇って中学校へ来たらもう放課後で誰もいない。宿直はちょっと用足しに出たと小遣いが教えた。随分気楽な宿直がいるものだ。校長でも尋ねようかと思ったがくたびれたから車に乗って宿屋へ連れて行けと車夫に言いつけた。車夫は威勢よく山城屋という家へ横付けにした。 山城屋とは七夜のカンタ太郎の屋号と同じだから、ちょっと面白く思った。なんだか二階の梯子段の下の暗い部屋へ案内した。暑くっていられやしない。こんな部屋は嫌だと言ったら、あいにくみんな塞がっておりますからと言いながら、カバンを放り出したまま出て行った。仕方がないから部屋の中へ入って、汗をかいて我慢していた。 やがて湯に入れと言うから、ざぶりと飛び込んで、すぐ上がった。帰りがけに覗いてみると、涼しそうな部屋がたくさん空いている。湿気な奴だ。嘘をつきあがった。それから下女が禅を持ってきた。部屋は暑かったが、飯は下宿のよりも大分うまかった。休仕をしながら下女が、どちらからおいでになりましたと聞くから、 東京から来たと答えた。すると、東京は良いところでございましょうと言ったから、当たり前だと答えてやった。善を下げた下女が台所へ行った自分、大きな笑い声が聞こえた。くだらないからすぐ寝たが、なかなか寝られない。暑いばかりではない。想像しい、下宿の5倍ぐらいやかましい。 うとうとしたら、清の夢を見た。清が越後の笹飴を笹ささぐるみ、むしゃむしゃ食っている。笹は毒だからよしたらよかろうと言うと、いえ、この笹がお薬でございますと言って、うまそうに食っている。俺が呆れ返って、大きな口を開いて、はははっと笑ったら、目が覚めた。下女が雨戸を開けている。相変わらず、 空の底が突き抜けたような天気だ。道中をしたら、茶台をやるものだと聞いていた。茶台をやらないと粗末に取り扱われると聞いていた。こんな狭くて暗い部屋へ押し込めるのも、茶台をやらないせいだろう。見すぼらしいなりをして、ズックのカバンと、ケジュスのコウモリを下げてるからだろう。田舎者のくせに、 人を見くびったな。一番茶代をやって驚かしてやろう。俺はこれでも、学士の余りを30円ほど懐に入れて東京を出てきたのだ。記者と汽船の切符代と雑費を差し引いて、まだ14円ほどある。みんなやったって、これからは月給をもらうんだから構わない。田舎者はしみったれだから、5円もやれば驚いて、 目を回すに決まっている。どうするか見ろと済まして、顔を洗って部屋へ帰って待ってると、夕べの下女が前後持ってきた。盆を持って給仕をしながら、やににやにや笑ってる。湿気な奴だ。顔の中をお祭りでも通りゃしまいし。これでも、この下女の面よりよっぽど上等だ。 飯を済ましてからにしようと思っていたが、尺に触ったから、中途で五円札を一枚出して、後でこれを帳場へ持っていけと言ったら、下女は変な顔をしていた。それから飯を済まして、すぐ学校へ出かけた。靴は磨いてなかった。学校は昨日車で乗り付けたから、大概の検討はわかっている。 四つ角を二三度曲がったらすぐ門の前へ出た。門から玄関までは三影石で敷き詰めてある。昨日この敷石の上を車でガラガラと通った時はむやみに行散な音がするので少し終わった。途中から小倉の制服を着た生徒にたくさんあったがみんなこの門を入っていく。中には俺より背が高くって強そうなのがいる。 あんな奴を教えるのかと思ったら、なんだか気味が悪くなった。名刺を出したら、校長室へ通した。校長は薄髭のある、色の黒い、目の大きなたぬきのような男である。矢にもったいぶっていた。まあ、精出して勉強してくれと言って、うやうやしく大きな陰のを去った辞令を渡した。この辞令は東京へ帰るとき、 丸めて海の中へ放り込んでしまった。校長は今に職員に紹介してやるから、いちいちその人にこの事例を見せるんだと言って聞かした。余計な手数だ。そんな面倒なことをするより、この事例を3日間職員室へ貼り付ける方がマシだ。教員が控え所へ揃うには、1時間目のラッパが鳴らなくてはならぬ。 大分時間がある。校長は時計を出してみて、おいおいゆるりと話すつもりだが、まず大体のことを飲み込んでおいてもらおうと言って、それから教育の精神について長いお談義を聞かした。俺は無論いい加減に聞いていたが、途中からこれは飛んだところへ来たと思った。校長の言うようにはとてもできない。 俺見たような無鉄砲なものを貫いて、生徒の模範になれの、一行の指標と仰がれなくてはいかんの、学問以外に個人の特化を及ぼさなくては教育者になれないのと、むやみに法外な注文をする。そんな偉い人が、月給40円で、はるばるこんな田舎へ来るもんか。人間は大概似たもんだ。 腹が立てば喧嘩の一つぐらいは誰でもするだろうと思ってたが、この様子じゃ滅多に口も聞けない、散歩もできない。そんな難しい役なら、雇う前にこれこれだと話すがいい。俺は嘘をつくのが嫌いだから、仕方がない、騙されてきたのだと諦めて、思い切りよくここで断って帰っちまおうと思った。宿屋へご縁やったから、 財布の中には9円何菓子しかない。9円じゃ東京までは帰れない。茶代なんかやらなければよかった。惜しいことをした。しかし9円だってどうかならないことはない。旅費は足りなくっても嘘をつくよりマシだと思って、到底あなたのおっしゃる通りにはできません。この事例は返しますと言ったら、校長はタヌキのような目をパチつかせて、 俺の顔を見ていた。やがて、今のはただ希望である。あなたが希望通りできないのはよく知っているから、心配しなくってもいいと言いながら笑った。そのくらいよく知ってるなら、初めから脅さなければいいのに。そうこうするうちにラッパが鳴った。教場の方が急にガヤガヤする。 もう教員も控え所へ揃いましたろうと言うから校長について教員控え所へ入った。広い細長い部屋の周囲に机を並べてみんな腰をかけている。俺が入ったのを見てみんな申し合わせたように俺の顔を見た。見せ物じゃあるまいし。それから申し付けられた通り一人一人の前へ行って 事例を出して挨拶をした。大概は椅子を離れて腰をかがめるばかりであったが、念の言ったのは差し出した事例を受け取って一応拝見をして、それをうやうやしく返却した。まるで宮芝居の真似だ。15人目に体操の教師へと回ってきた時には、同じことを何遍もやるので少々じれったくなった。向こうは一度で済む。 こっちは同じ所作を15編繰り返している。少しは人の良見も察してみるがいい。挨拶をしたうちに、教頭の何がしというのがいた。これは文学士だそうだ。文学士といえば、大学の卒業生だから、偉い人なんだろう。妙に女のような優しい声を出す人だった。最も驚いたのは、 この暑いのにフランネルのシャツを着ている。いくらか薄い字にはそういなくっても暑いには決まってる。文学史だけにご苦労千番ななりをしたもんだ。しかもそれが赤シャツだから人を馬鹿にしている。後から聞いたら、この男は年が年中赤シャツを着るんだそうだ。妙な病気があったものだ。当人の説明では、 赤は体に薬になるから、衛生のためにわざわざあつらえるんだそうだが、いらざる心配だ。そんならついでに着物も袴も赤にすればいい。それから英語の教師に小賀とかいう大変顔色の悪い男がいた。大概顔の青い人は痩せてるもんだが、この男は青く膨れている。昔小学校へ行く自分、 アサイのタミさんという子が同級生に会ったが、このアサイの親父がやはりこんな色艶だった。アサイは百姓だから、百姓になるとあんな顔になるかと清に聞いてみたら、そうじゃありません。あの人は裏なりのトーナスばかり食べるから青く膨れるんですと教えてくれた。それ以来、青く膨れた人を見れば必ず、 裏なりのトーナスを食った報いだと思う。この英語の教師も裏なりばかり食ってるに違いない。もっとも裏なりとは何のことか今もって知らない。清に聞いてみたことはあるが清は笑って答えなかった。大型清も知らないんだろう。それから俺と同じ数学の教師にったというのがいた。 これはたくましいイガグリ坊主で、永山の悪僧というべき面構えである。人が丁寧に辞令を見せたら見向きもせず、いやあ、君が新任の人か、地と遊びに来たまえアハハハと言った。何がアハハハだ。そんな礼儀を心得ぬ奴のところへ、誰が遊びに行くものか。俺はこの時から、この坊主に山嵐というあだ名をつけてやった。 感覚の先生は、さすがに硬いものだ。昨日おきで、さぞお疲れで、それでもう授業をお始めで、大分ご冷静で、と、のべつに弁じたのは、愛嬌のあるおじいさんだ。雅楽の教師は全く芸人風だ。ベラベラしたすきヤの羽織を着て、扇子をパチつかせて、お国はどちらでゲスえ東京。そりゃ嬉しい、お仲間ができて。 私もこれで江戸っ子です、と言った。こんなのが江戸っ子なら、江戸には生まれたくないもんだと心中に考えた。その他、一人一人についてこんなことを書けば、いくらでもある。しかし、再現がないからやめる。挨拶が一通り済んだら、校長が、今日はもう引き取ってもいい。もっとも、授業上のことは、数学の主任と打ち合わせをしておいて、 明後日から家業を始めてくれと言った。数学の主任は誰かと聞いてみたら、例の山嵐であった。いまいまし、こいつの元に働くのか、おやおやと失望した。山嵐は、おい君、どこに泊まってるか。山城屋か。うん、今に行って相談する、と言い残して、白木を持って教場へ出て行った。 主任のくせに向こうから来て相談するなんて不見識な男だ。しかし、呼びつけるよりは関心だ。それから学校の門を出てすぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから少し街を散歩してやろうと思って、むやみに足の向く方を歩き散らした。県庁も見た。古い前世紀の建築である。平営も見た。 麻ザブの連帯より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分に狭くしたぐらいな道幅で、街並みはあれより落ちる。二十五万石の城下だって、高の知れたものだ。こんなところに住んで、五城下だなどと威張ってる人間は、かわいそうなものだと考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようで狭いものだ。 これで大抵は見尽くしたのだろう。帰って飯でも食おうと門口を入った。長場に座っていた神さんが、俺の顔を見ると急に飛び出してきて、お帰り、と板の間へ頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が空きましたから、と下女が2階へ案内をした。15畳の表2階で大きな床の間がついている。 俺は生まれてからまだこんな立派な座敷へ入ったことはない。この後いつ入れるかわからないから洋服を脱いで浴衣一枚になって座敷の真ん中へ大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから早速清へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に字を知らないから手紙を書くのが大嫌いだ。 またやるところもない。しかし、清は心配しているだろう。難戦して死にやしないかなどと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。15畳の座敷に寝ている。宿屋へ茶台を5円やった。神さんが頭を板の前すりつけた。 昨夜は寝られなかった。清が笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行ってみんなにあだ名をつけてやった。校長は狸、教頭は赤シャツ、英語の教師は占なり、数学は山嵐、雅楽は野太鼓。 今にいろいろなことを書いてやる。さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気が差したから、最善のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かいと大きな声がするので目が覚めたら、山嵐が入ってきた。 最善は失敬。君の受け持ちは、と、人が起き上がるや否や、断判を開かれたので、大いに老狽した。受け持ちを聞いてみると、別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら、あさってはおろか、明日から始めろと言ったって驚かない。授業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋にいるつもりでもあるまい。 僕がいい下宿を終戦してやるから移りたまえ。他の者のでは承知しないが、僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日見て、明日移って、明後日から学校へ行けば決まりがいい、と、一人で飲み込んでいる。なるほど。十五条敷にいつまでもいるわけにも行くまい。月給をみんな縮料に払っても、落ち着かないかもしれぬ。 五円の茶代を奮発してすぐ移るのは、ちと残念だが、どうせ移るものなら、早く引き越して落ち着く方が便利だから、そこのところはよろしく山嵐に頼むことにした。すると山嵐は、ともかくも一緒に来てみろと言うから言った。町外れの丘の中腹にある家で、しごく完だ。主人は骨董を売買する。 イカギンという男で、女房は亭主よりも四つばかり年笠の女だ。中学校にいた時、ウィッチという言葉を習ったことがあるが、この女房はまさにウィッチに似ている。ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯おごった。 学校で会った時は、やに欧風な、湿気な奴だと思ったが、こんなに色々世話をしてくれるところを見ると、悪い男でもなさそうだ。ただ俺と同じように、せっかちで、感触持ちらしい。後で聞いたら、この男が一番生徒に人望があるのだそうだ。